最近かりんさんの言っていたことが分かった気がする。トレーニングは続けることが難しい、それを今実感してる。りなちゃんボード、わかるわ。みんなぶつかる壁よ。かりんさんはどうやってモチベーションを維持してるの？私の場合は習慣になっちゃってるのよね。体を動かさないとなんだか気持ちが悪くて、むしろやらない方が違和感っていうか。りなちゃんにもそういう経験ってない？例えば SNS をついチェックしちゃうとか。そうそう、そういう感じ。あの力には抗えない。トレーニングも同じよ。やらないと気になっちゃうってところまでいければ自然と続くようになるわ。なるほど。でもどうすればそうなれるんだろう。りなちゃんボード、はてな。そういう時はりなちゃんの得意なことを考えてみるといいかも。例えばりなちゃんはアプリを作るのが得意やね。うん。練習はね、毎日の記録を残すと長続きすると言われているの。練習時間とか回数が簡単に記録できるアプリがあったら続けられるんじゃないかと思うんだけど、どうかしら。わかる気がする。私記録するの好き。じゃあ作ってみない？私も一緒に考えるわ。そういうの興味あるもの。うん、楽しそう。やろう。かりんさん、やる気再起動。りなちゃんボード、メラメラー。